運命に対する俺ですが、どちらが先行でしょうかね。本当にヴィンテージは先手後手で勝率が3割くらい変わります。あ、森田さんが先行ですね。なるほど、うん、じゃあ、結成の粉末事件は、まあ、起きなそうですね、はい、で第2段階がさあ、まだお互いのデッキが分からない状態、この状態でのマリガン、そうですね、難しいですよね。そうですね、森田さん今無のロッド含む初手でキープしたんで、 うん、おそらく相手がチャタンとか、あのほら、あでも僧侶ある、あ僧侶あ る、ナチュラル僧侶、ナチュラル僧侶、神神神これでも難しいですね。これ一旦目無のロッドか、相手知らない前提だったら、例えば倉田さんが6枚キープとかだった場合、まだデッキ分かんないんですよね、うん、ここで決戦の粉末絡むと、まあ、一旦目総領王ってなるんですけど、うん、さあこれ倉田さんがバザール出した時の森田さんの顔ちょっと抜いてほしいですね、はい、そうですね、うん、さあここで倉田さんが何枚キープできるかが鍵なんですよね。あ、ダブルマリガンした、ダブルマリガンですね、はい、粉末があるかどうかまでは確認ができないんですが、まあ、通常マリガンなんですけど、うん、あのヴィンテージの中で一番マリガンしやすいデッキなんですよね、ドレッジって、うんうん、あの手札に来ても意味ないカードばっかりで、うんうんうん、結局バザールがないとキープでき、バザールがない初手は全部マリガンなんですよ、うんうん、メイン戦ちょっと特殊ですよね、はい、たまに4回マリガンとかするんですけど、うん、あのそうすると相手にデッキバレちゃうことが多いんですよ。多分森田さんくらいの強者なら4回マリガンした、これはバザーを探しているって、うん、なるほど、気がつくかもしれません、うん、さあバザーないですね、バザーが、そうです、表情からない、うん、ないです、ね、ある顔ではないですね、はい、バザーがないと、あ、粉末あ、粉末経由しちゃいましたね、粉末経由しちゃったことで森田選手にドレッジということが気づかれた、そうですね、うんうんってうなずいてますね、うん、あこの笑顔はしてます、ね、この笑顔は一旦目僧侶、ダメ僧侶ラッキー、僧侶ラッキーですねさあちょっとヴィンテージを見るのが初めての方もいらっしゃると思いますので、具体的にドレッジに藤森僧侶、これが出すとどうなってしまうのかというのを簡単に教えていただきたいんですが、これトークンでないクリシャが唱えられずに出るなら代わりに追放するんですけど、鳴子めればもう強血鬼も、まあ、あとこの命運縫いも、まあ、今回入ってないんですけど、イチョリッドも、うん、あと秘蔵の保護体、うん、あと戦慄の復活、うん、全部無効化、なるほどつまり全く機能しなくなってしまうデッキの半分、いや半分くらい、うん、意味がなくなってしまいます、使えなくなっちゃうね、はい、これがしかも3枚ですか、うん、3枚ですね、そろそろバザーあって、うん、ない、さあ2枚まで倉田選手マリガン中です、はい、まあ2枚だともうバザールプラスアルファだと封じ込める総量対処できないんですよね、メイン除去入ってないですからね。重要なのは森田さんは倉田さんがドレッジと気づいていますが、倉田さんはよもや森田さんから封じ込め僧侶が出てくるとは思っていない一旦目にこれ一旦目に僧侶出された時の倉田さん、そうですね崩れ落ちてしまうんじゃないかと。ヴィンテージは ありましたね、バザーありました、おバザー発見ました、ね、バザーさえあればたとえ書店2枚でもいけるんですが、うん、が何なら初手2枚でもね2キルしますからね、バザー確かにさあさあ試合開始です、恐怖の一旦目、さあ出してきた藤子ブル僧侶、これもうちょっとといった感じでしょうか倉田選手、そうですね、これもう、うん、さあバザーはバグダッドセットしてターンエンドです。3マナからヘンイエルドラジ、まあ、ムノロットもありましたし、相手が 、うん、何のデッキでも大体大丈夫な初手でしたね、うんうん、はい、
さあちょっと厳しいか、これは厳しいですね。さあバザラーバグダッド起動して、でも起動しても解決できるカードが入ってないんですよね、除去ができないから。あれもしかしてサイドボード含めても。さあここで原田選手投了投了、はい、とでヴィンテージシーン決定戦、早くも現ヴィンテージシーン森田選手が選手となりました、はい、さあこれには倉田選手苦笑い。さあここで加入決定戦のルールのおさらいなんですけれども、勝負は3本選手で行われます。ですので3本目まではサイドボードを使わずにメインデッキで対戦するということになります。次の試合もサイドボードなしで対戦となります。放送ウィル型、あの意志の力が入ってるタイプだったら、あの、うん、僧侶をカウンターすることもできるんですけど、なるほど、はい、このタイプだと暴露アンマスクで手札から抜くしかないので、うん、なるほど、はい、バザールはあります。バザールはないですが、ないですね。粉末の粉末で、はい、あでも先日の復活が2枚含まれてますね、うん、これ先日の復活そんなにたくさん入ってないはず。さあマリガンコは普通のマリガン、この結成の粉末を絡めたマリガンもなかなか難しいですよね。そうですね、あのキーカード、うん、例えばこのデッキリストで言いますと竜王コラガンとか太陽のタイタンとか、ここら辺フィニッシャーを追放しすぎると、うん、あの先日の復活打つ対象がなくなったりしちゃうので、うん、まあえて粉末あるけど通常のマリガンを選択したりもありますね、うんうん、現状だと戦闘復活が2枚取り除かれている状態かなと、ね、あと成り込めればも1体追放されちゃったので、うん、なるほど、実は結構大きいんですよねこの追放される効果、うんうん、もうむしろゲームよりマリガンの方が長いかもしれない。ゲーム自体はすごく早く決着つくと思います。あ、マザーありますね、ありますね、しかもオルガリのハカトロールなど白付けも多くあると。お、あこれはいいですね。これニキルですね。ニキル。ニキル。ニキルみたいな場になります。なるほど。見ていきたいと思います。サモリタ選手はいる。いますね。ちゃんといる。ちゃんといる。ダメ出る。さあここ通常ならバザーを置きますけど、うん、ここあえて一旦カバルセラピー、うん、からということもあり得る。を選択できるかどうかなんですけど、うん、普通は選択しないですね。なるほど。さあ倉田選手どうだ。2本目がスタートします。ああ、バザールからそれだとダメなんだ。今マナの合流点から陰謀出し引き両方だったらまだチャンスがあったんですけど。さあゴルガイのハカトロールを墓地に設置してターンエンドですが、ここで再び突き刺さる封じ込める僧侶、そうです、うん、これもうゲームエンドですね、うん、劇的に刺さるサイドカード、うん、サイドカードなんですけどメインに入ってます。あ、やっぱり1ターン目森田さんが自信満々に6枚キープしていたら、うん、そのプレイができたかっていう話なんですよ、ね、なるほど、はい、ここで陰謀断式両方で封じ込める僧侶指定していれば、うん、全然まだ勝てていたんですよね、うん、さあここちょっと考えどころですかね。ここは暴露、ただどれもそんなに効果がないんですよね。僧侶メイン3枚ですね、うん、3枚でちゃんと初手に引けている。でヘンゲルドラージを追放と、まあ、このヘンゲルドラージと封じ込める僧侶はコンボなので、うん、もう一回起動すると二度と戻ってこないんですよ。さあここでスレイベンの守護者サリアも出していきます、はい、ダメ押しですね。これでまた非常に動きづらくなりましたね。もうあの黒田さんのデッキにメインで僧侶を破壊できるカードがないので、もう残念ながら知られざる楽園をセットしてターンエンド。
さあこれはかなり厳しいか。そうです、あ2枚目、2枚目もあるダメ押しですね。さあここで引いてきたのが太陽のタイタン。あ、ただ戦慄の復活パターンもこれ吸血鬼素出ししてもなブロックできないんですよね。うん、はい、さあ2体目、まあ、あとはクロックを刻むだけですね。さあこれでライフが7と。サファイレクシャの破棄者で、なんでしょうね、命運類かな、おそらく命運類だと思います、うんうん、もうまくれるカードがデッキにない。さあしかし懸命ドレッジを繰り返します。さあここで倉田選手が投了、はい、さあ森田選手早くも防衛に王手をかけましたね、はい、総量パワー凄まじい、総量パワー、はい、さあここからサイドボードに入ります、はい。デッキリストなんですがこちらですね、ハレルヤの記事ページから飛べます、神決定戦カバレージページですね、こちらの方に、両者のデッキリストとあと今回の読み合いの記事ですね、どのように考えてお互い選択したのかという記事もございますのでそちらも合わせてご覧ください。はい、はい、さあサイドボードまずはかなり厳しい倉田選手の方からなんですが、はい、どういった方針でサイドボーディングを行っていく、突然の水尾を入れるしかないんですけど、うん、まあでも手札破壊は欲しいですよね、その封じ込める僧侶、うん、手札破壊したいっていう意味でも、うん、まあ仲介かじりと突然の水尾を入れ替えて、うつらのものとグルマグのアンコウは多分入れない方がいいんじゃないかなと思いますね、うん、はい、4-4、そこまで支配的じゃないんですよね、うん、シルタンエルドラジに対しては、うん、手札破壊などで妨害して本来の動きを狙っていくと。そうですね、水尾だけでメインを崩さない方が自分の分回りを目指した方が、うん、まあ、ただ森田さんがおそらく墓地対マリガンとかすると思うので、うん、モックスプラス2マナの対策カードっていうキープをすると思うので、うすれ馬入れるかどうかですよね、うすれ馬でも安らかな眠りくらいしかないんですけど、相手のサイドを知らない状態で入れられるか、うん、なんですけどね。そうですね、ちょっと入れた方がいいかな、2枚くらい、全部じゃないけど、はい、さあ森田選手のサイドボードを見ていきましょう。はい、こちらがっつり取ってますね。がっつり取ってますか。はい、まあ、考えつく限りの対策カード入れていく、あ6枚くらい入ってますね。墓掘りの檻、この迷宮の霊魂は2マナ31のプレイヤーは各ターンに1回1枚しかカード引けないカードなんですけど、これバザール対策になるんですよね。ああ、はい、これが出てる状況だとバザールを相手のターンに起動して1枚引いて3枚捨てるとかになるんですけど、あと4枚目の封じ込め僧侶と闘魂の墓所、安らかの眠り、ちゃんと取ってますね。ちゃんと墓地対策取ってる。てんこ盛りですね。そうですね、むしろ森田さんの時からそのムノロッドとかアメジストの時計とか、アメジストは残してもいいか、その無駄牌が抜ける分デッキが洗練されるんじゃないですかね、うん、あ破棄者、破棄者抜きますね。ファイレキシの破棄者とムノロと6枚か、6枚抜いて墓地対策全部いいんですね。なるほど、しかしこれ単純に墓地対策というわけではなくてヴィンテージに存在するデッキに少しずつ有効なカードを散らしているという感じなんですね。なるほど、封じ込める僧侶ももともと
ただ墓地を対策するカードじゃなくて、あの、うん、ドルイドの誓い であのクリーチャーが出てこなかったりだとか、うん、この自分の変異エルドラジとのコンボで相手のクリーチャーを3マナで追放したりだとか、うん、そういうシナジーがあるので、うん、ここら辺はさすがヴィンテージシンといったところでしょうか。はい、茶炭以外には強いデッキです、うん、やはり森田さんの棋譜の通りワークショップ系が来てしまったら結構厳しかった。そうですね、はい、なるほど、はい、このデッキ歩行バリスタが本当に辛いので。そうですね、本当に辛いですねやはり44というサイズヴィンテージだと、まあ、エルドラージ系を除けば大きい方、ね、そうですね、はい、あとはドレッジにアーティクト破壊入れないですからね、うん、あ、なるほど。さあさあ3本目そろそろ7枚ではなかったさあここで倉田選手はマリガン、まあドレッジは本当にマリガン率が高いデッキなので、うん、さあまたいる神に愛され、神か、神です神に愛されしって言おうとしたんですけど神でした、まあ、この場合で言うとおそらく僧侶が神に愛されている可能性はありますねはい、ちゃんと一旦見てる人できますね。うん、まあ、なんなら一旦目総力実って二旦目実って装備アタックですねこれ、うん、さあここで消せの粉末か使ってマリガン、ただ水尾が1枚そうです、ね、追放されちゃったのが気になりますね。で通常マリガン、うん、なかなか来ませんよね。初手に4枚デッキに4枚のカードが初手に来る確率何パーセントくらいですかね。何パーセントくらいだろう。確かに1枚が11%とかだったんで、うん、前だった多分30ちょいくらいだったんですよね、うんうん、それでいうと毎回同じ確率ですよね。そうですね、あの封じ込める総理が初手に来る確率とバザーバグダッドが初手に来る確率、うん、さあ再度3度目の粉末マリガン5枚、まあ、そろそろ来るでしょ。そろそろ来ました、来ましたね、来ました、うん、はい、ここまで来たら、あ、強いですね、うん、さあこれは先ほどと同じ状況ですが、同じ状況ですね。ここでセラピーを打てるかどうか、7枚キープの相手に対してカバルセラピーを打てるかどうかっていう話です、ね、そこがもうそこでゲームが決まると思います、うん、これバザルを置くと多分負けます。お正しいプレイ、今度は正しいプレイ、先ほどと同じ状況でしたが今度は違う。当然宣言は当てましたね。おこれは素晴らしい光るプレイ、うん、さあこれで倉田選手これかなり前進しましたね。そうですね、神の森田さんの初手がだいぶ弱くなったので、さあここで一旦聖戦士サリアが出てきますが、でバザールがタップインですね、うん、サリアの効果次空になりますね、はい、ただここで墓地帯引かれなければ、うん、さあ変エルドラージを追加しますが、はい、まあ、いよいよドレッジのここでようやく、いや本当に1ターン目のプレイされてましたね、素晴らしかったですね、はい、さあ皆様ここからが本当のドレッジです。ドレッジザギャザリングがサープキープにバザルを起動して通常ドローで発掘を行います、はい、でナルコメーバー、うん、一体さあここからは間に合うかという勝負になってくるんでしょうか。そうですね、ただ命運縫いがいるのでまた起こして起動、うん、あれ、あ、もしかして命運のサリアの効果でタップインですね。あ、無効化されてる。すごい封じられてますねそっか、蘇生してもタップインか、うん、さあここで目沢の実手がドドン、先制攻撃と実手相性いいんですよね、うん、先にカウンター乗るんですよね。あ、先に除去しましたね、うん、これはどう、僕カウンター届いていいと思いましたね、あの読みからの橋が落ちたタイミングでサリアを
なるほど。マイナス修正して追放できるので。やはりこれは旋律の復活をちょっと気にしたということですかね。そうですね。さあここで読みからの橋が落ちる。そして1回目の発掘。ここで繋がったら。ああ、うつろなものが。6枚目にいた。そして2回目のドローでゴルガイのハカトロール。さあどんどん墓地に落ちていく。で3枚玉ですか。さあこれがドレッチ。ドレッチ。あ、ヴィンテージのドレッチですこれが。はい、で通常ドローでまた発掘。これここで鳴り込めれば一体サイドアウトしてるの響いてますね。ちょっと響いちゃいましたね。はい、もうさあここはどうか。残りライフが10。もう足りてはいないか。森田さん8点ですね、うん、ただこの異端性戦士サリアが絶妙に刺さってますね、うん、刺さってますね。ライブラリーに投げ込めればいないんですよね。粉末で1回いなくなって、そうですね、で1枚サイドアウトしてるからもういないから、吸血鬼しかいないと考えると戦慄の復活打てない。打てたとしてもタップインなんですよね、うん、さあここでカバルセラピー陰謀断式療法をフラッシュバック。ただこれ本当に勘なので、うん、当てるのは難しいと思います、うん、土地でしたよね確か。おそらくカラカスだったかと思います。これはトークンを出すついでにといったぐらいですかね。そうですね、はい、さとか今無色マナないですよね。実は無色マナないですね。白白白白ですね。また白変色ダラジ起動できないか。できなさそうですね。カラカスあれなるほどカラカス多分間違えましたね森田さん、うん、さあこれでコラ選手ライフが4。なんとかしてこのターンで決め切りたい。まだチャンスはありますね、はい、キープに起動でこの爆発力がライブラリーがちょっとものすごい勢いで、はい、てますからね。ただいざとなったら森田さんが自分の変色ダージをマイナス3修正して読みからの端を追放できちゃうんですよね。さあまず1回目のドローで発掘。2回目5か、はい、そしてディスカード。さあこっからどこまで削るかが難しいですね、うん、橋が何枚残ってるかなんですけど。通常ドローで しかしタップインですね。しかしタップインですね。これで戦慄の復活は打てますね、はい、ただ復活打ってもそれもタップインなんですよね、うん、全部タップイン結構効きますね、はい、サリア効いてますね。はい、積んでました。で、はい、福田選手が投了、はい、ということでヴィンテージ神決定戦は森田進選手が防衛です。おめでとうございます。まあ相性がちょっとね。そうですね、まあ、最後は、まあ、ドレッチらしい爆発力を見せてくれたんですが、見た目スラピーは正しいプレーだったんですけど、うん、素晴らしかったですね。